基本練習としてやってみるといいかもしれません。それでですね、いよいよその例題曲、課題曲の禁じられた遊びなんですけども、これはですね、これの中の2番のパターンですね。これに近い、全く同じではないんですけども、パターンを使います。で、禁じられた遊びという曲は、3拍子になります。4分の3拍子、1小節の中に四分音符が3つあるということが4分の3拍子なんですけれども、あまり、難しく考えなくても結構です。ちょっとこれ裏返しちゃったかな。あまり難しく考えなくても大丈夫です。聞けば、あの先ほどの僕が弾いたのを聞けば有名な曲なんで分かると思います。でですね、まずアルペジオのパターン、これは 1-2-3-1-2-3、 いわゆる薬指から薬指中指人差し指使って、こうですね。このパターンを使います。タタ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 、まあ、いわゆる一拍の中に3つ音が入る3連符と言われるものなんですけども、このパターンを使って、なおかつ最初の頭の拍ですね、ここのところにルート音が入ります。で、そんなに多くのコードは出てこないんですけれども、最初はまず6弦の開放ですね、コード的にも Em ってコードになるんですけども、まあ、そこのコードはあまり気にしなくても大丈夫です。まず練習してほしい、先ほどのパターンと同じように右手の練習でタカタタカタタカタで、最初の音がベース音が入ります。こうです。何も押さえません。こうですね。で、ちょっと難しいのは、最初に薬指と親指を一緒に6弦と1弦を弾かなきゃいけないですね。これがちょっと難しいかもしれません。僕の場合これどうしてもこのまま今あえて何もしなかったんですけども、これちょっとここにあのさっき言ったアポヤンドという奏法になっちゃうんですけども、これはまあ気にしなくていいですから、僕がそういう風に弾いてても。このパターンです。で、禁じられた遊びの場合は、前半の本当に最初のメインのメロディーは、コードがいわゆる Em というものなので、今までみたいにコードを抑えるというのが出てこないんですよ。で、メロディーを中心に弾いていきます。なので最初の、特に前半の最初の部分は、ワンフィンガー奏法、指一本でも弾けます、人差し指だけでも。ここの辺の運指はね、結構みんな多分その人のやりやすいようにやってると思うんですけど、僕の場合は薬指から入りますけれども、じゃあまずどういう風になるかやってみましょう。早速ね、まず、僕の運指でいくと、運指というのは運ぶ指と書きます。指の動きのことですね。1弦の7フレット、僕のやつはこれはフラメンコギターで何もマークついてないけども、なおちゃんのは多分アコースティックギターなんで 7フレットのところに黒いマークがついてる。で、ちょっと分かりやすいように、これこの下にこういうふうに書いておきました。どこを使うか、1弦のこの今印がついてるフレットのところを、音程として使いますので、これはまあ参考になればと思います。まずその言った1弦の7フレットを薬指で押さえて、先ほどやった6弦と1弦を一緒に弾いて3連符で1-2-3-1-2-3で弾くパターンですね。こうなります。多分これを今までアルペジオやったことないので、こっちの右手の指は動かすと相当難しいと思います。なのでゆっくりでいいです。リズムがずれても構いません。こうリズムが揺れても、どっか隙間が空いても、最初は構いません。最終的にはもちろんこの同じ、全部同じ3連符という同じ音符で来るので、音の長さ的に同じになるから、これはもう最終的な目指すところとして、最初はまずゆっくり、でですね、ちょっと待ってくださいよ、もう一つあります。簡単な楽譜らしきものを書いてみました。見えるでしょうか、わかりやすいでしょうか。
最初が最初ここ書いてる、1弦の7と6弦の0ですね。2弦3弦は0で、その後ずっとしばらく2弦3弦0が続きますので、2弦3弦の0というのはここの最初だけにとどめました。あとは書いてませんけども全部0だと思ってください。でポイントは6弦の0もずっと一緒です。一応書いてはありますけれども、ポイントはとにかくこの1弦の動きです。タン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 、右手の動きもずっと一緒です。で多分メロディーは分かってると思うので、慣れればまあ見なくても大丈夫だと思うんですけども、こうなりますね。最初が最初3回やります。次の小節いきます。次は最初同じ音ターン、次がタンタンタンって下がってきます。これが7ですね。次は6弦いりません。中指で今まで薬指で、1弦の7フレットを押さえたのを中指で、1弦の5フレットにします。1弦の5フレットを次が、人差し指で1弦の3フレット、難しいですね。多分この指の動きっていうのが難しいと思います。もしできなければ最初難しかったら1本、最初からもう人差し指1本だけでも構いません。これでも弾きます。これでも弾きます。十分こういう風に弾く人もいます。僕も気分でその時にこういう風に弾く時があります。なので人差し指だけでもいいんですけれども、できれば今言ったみたいにこういう風な動きをやると左手の運指の練習にもなりますので、まあできたらやってみてください。でもう人差し指だけで、次が小指で12までいきます。これも12フレットのとこマークがついていると思いますので、それを見ながらやってください。次がこれが薬指人差し指っていくパターンの方が運指的にはいいんですけれども、実はこの後にちょっとまた後のつながりを考えると小指のまま降りても大丈夫です。ちょっとこんがらかってしまうかもしれませんが、タタ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 タ、これ7ですね。1弦7って書いてますね。次がタタ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 タ、これが753になってますね。1弦の音がね。次がタンタタタタタタタ、これ見えますか ？320になります。で次がタカタタカタタカタ、これが01弦の音ですよ。03、7と飛びます。で次がここですね。ここから3、0、3、7と飛んだ後にまた12に行きます。高いですね。高い音に行きます。小指で12、タカタタカタタカタ、小指のままで結構大丈夫です。12、18、タカタタカタタカタって降ります。ここまで、押さえるのは全部1弦の1本だけです。1音だけですね。押さえるのはコードとして押さえるとか出てきません、実はコードにはなってるんですけども、これは、本当は Em というコードはここを押さえる、この5弦と4弦の2フレットを押さえるんですけども、これは押さえてるところを弾かないので押さえてないというだけです。だから2弦と3弦の0を、これがもうコードトーンになってます。でここまで来ました。でここがちょっとというかかなり難しいところです。この後がですね、実は Am というコードに、あ、ちょっと書くの忘れちゃいましたね、行くんですけれども、ちょっと特殊な押さえ方をしまして、小指で降りてきました。で、この小指を押さえたまま、人差し指、この小指を押さえたままですね、人差し指をの5フレットの1弦から4弦まで押さえるんですよ。なおかつこう言います。ところがこれすごく難しいんですよ。なので実は僕最初この禁じられた数って、昔まだギターこんなにうまく上手に弾けない頃にやった時は、
全部開放弦でやってました。全部ワンフィンガーでやりました。だからここもごめんなさい、ルート音だけ変えたんですよ。これでも構いません。ちょっと音変だけど、あんまり気にしないで。これでやるときは今度はもうさっき言ったこのコードを押さえなくてもいいので、もうワンフィンガーのままで、ルート音、この、低い音ですね、これだけは5弦の0にしてください。こことここで、ここが、1弦の8ですね。8755って2弦3弦55って書いても00に置き換えちゃっていいです。875578か、そうですね、875578。じゃあちょっと開放弦パターンでやってみますね。ゆっくりやります。いただけるとアルペジオの練習にもなるし、この禁じられた遊びという曲はですね、ジャンル関係なく、この触りのところだけでも弾けると、あれギター弾けるのとなる曲です。で、今日はここまで、この最初の触りのところまでにしておきますけれども、実際にはこれもうちょっと後まで続きますね。みんなあまりやりません。特に初心者でこれを覚えたての時は、僕もこれ後半の方で覚えたのは随分後になってからなので、まあ、この辺はとりあえず気にしないで、今僕が最後に弾いたのが、まあ、一応正確なコードの弾き方なんですけども、簡単にやっても、ここですね。ここがどうしようかな。やろうと思えばできるので、後半の方はまたちょっと簡単な感じで、考えておきます。とりあえずこれもう一度よく見て、こうこの方が見やすいのかな、どうなのかな、こうなってきますのでね、こうなってきます、こういう感じです。で、後半の先ほど言ったこの辺は、本当はこう Am というコードでこういうハーフ正反の押さえ方をするんですけれども、ちょっとメロディーも入ってくるので難しいので、先ほど言ったように、ベース音を、5弦の開放にだけにして、メロディーの方を、1弦の875578という形で、取っていただければと思います。とりあえず禁じられた遊び、アルペジオの練習も含めて、第1弾終わりでございます。また次回ね。さよなら。